ロイドご飯の時間がやってきました。イエイ。本日は福井県福井市に来ています。はい、1年ぶりの福井なんですけども、はい、やっぱり夜中のね、締めは、はい、蕎麦でしょう。蕎麦ですよ。麺類です。麺類っていうか蕎麦でしょ。ラーメンでもいいの。蕎麦、うん、越前蕎麦、うん、早速行ってみたいと思います。はい、行きます。手軽蕎麦、越前蕎麦、行ってみたいと思います。活気があるんだよね。ギリギリ座れたもんね、これ。ギリギリ座れた。マコがかけそばの大盛り。おやったりは。そば。かけそばしてよかった。うまっ。あっ、めっちゃ熱い。これうますぎる。でもすごい絡み。完食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 。さすがに息は熱かったよ。なんで冷たいのにせえへんかった。なんかどうしてもあの温かいものを流し込みたくてね。うん。いや想像以上に熱かった。とても美味しかったです。自分ら二人はおろしそば。おろしそば。目覚めるよね。覚めるね、うん。はい、現在1時過ぎですからね。もう1時半ぐらい。そか夜中の。それで結構なね、お店が開いてるんですよ。背中も賑わってたしね、うん、はい、っていうなんか北陸でしたけども、はいはい、今日で北陸ツアー第1弾は終了ということで、はい、福井はね、また来年行きたいと思います。はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた、またまた。